今日の日付は1月28日2018年です。ライトボディアクティベーション36日目のライブ録音です。まず最初にですね、呼吸ですね。呼吸は可能な限り長く深く360度休憩状ですね。バルーン状に膨らむように、特に背中側を意識して、背中側、ハートの裏側が内側から外側に膨らむような感じで呼吸をしてください。で、体幹ですが、進んでいく段階によって様々な体幹、反応が上がってきます。肉体的な反応、感覚的な反応、感情的な反応、考え、思考ですね。思考の反応と反応が上がってきましたが、これらの反応は単純な反応なので、反応そのものに意味付けしない。もう反応は反応で終わらせて、その反応を可能な限りスルーさせてください。反応にしがみつかない。反応に意味付けをしない。反応に深く入っていかない。反応に合体していかない。その逆に反応が起きたら手放す。もうスルーさせちゃう。反応が起きて通り抜けるのを遠くで眺めてください。で、そこで英語でエンゲージっていうか、元に戻しちゃう傾向が強くなる。なんか反応は単純にボディが反応してるんですね。いい傾向ですね。と。そこにもう意味合いをせず、深く考えすぎず、もう単純に反応です。もう反応、それで終わり。もう反応は反応で片付けて、もうそのままスルーさせて、通り過ごしさせてください。姿勢ですが、姿勢は可能な限り360度、シンメトリー。右と左が同じ状態。上から見て、もう上、右、左、上下、右、左ですね。上から見て、もうシンメトリーの状態。360度高く的にちゃんと、理想的になっている状態、シンメトリーの状態を目指して意識してください。で、気持ち、頭の百会ですね、頭の頂点が上にちょっと引き上げられている状態、それと同じように、尾骨のところですね。第一チャクラのところに尾骨が下にこう伸びている状態。頭の上と尾骨のてっぺんがこう引っ張られてまっすぐになっている状態を意識してください。で、椅子に座っている方は、尾骨と左右の膝の位置、膝を打って三角形ができますが、この三角形底辺の真ん中ぐらいに自分の額がこう入るぐらい、やや気持ち斜め前際に傾けた方がエネルギー的には集約されやすくなります。で、顎は基本的に気持ち上向きに、下にぐっと引くのではなくて、顎は上に向けて、呼吸は鼻から吸い込んで、吸い込むときに酸素が頭の中に入って、頭の上に昇るような意識で、で、口から吐き出してください。で、もう第7チャクラのところで少しも反応が始まっていますが、少しずつ変わっていくと思います。で、肩の力を抜いて、なんか一度自分の肉体ですね、ボディ、乗り物の、状態を確認した方がいいと思います。ちょっと動かしてみるなり、ストレッチしてみるなり、肩を回してみるなり、首を回してみるなり、で、今の状態の硬さ、縮まり方、ストレス、どういう状態なのか、どういうところが硬くなってて縮まってて、動かした時に縮み感が出てくるか、体の状態を今確認しておいて、それからもう正しい、姿勢、ポスチャーで始めた方がいいかもしれないですね。人によっては、ハートの、裏側、ハートというよりは、よりも肩甲骨の、背骨の肩甲骨側の上側、胸骨7番、6番、7番ぐらいですね。に違和感が出るかもしれないです。
とにかく体はもう落とす、リラックスする、力を抜いて、で、緊張を感じたらほどく、反応が出てきたらほどく。だいぶ頭のてっぺんですね、少しずつ、まあ、いやいや前頭葉気味ですが、少しずつ、まあ、チリチリする感覚とか、ジングリンとか、まあ、そこでこう、さわさわわさわさする感覚が出てくるかもしれないです。で、呼吸を思い出す。あとは360度休憩に広がってる状態、拡張してる状態を可能な限り保ってください。拡張した状態で呼吸が続けられるよう、で人によってはもうハートのところに、まあ、何か微弱な反応、気持ち熱いじりじりする的な反応が出てくるかもしれないです。でとにかく呼吸は忘れない、呼吸を思い出す。第3の目、額の中央より左側ですね、表面っぽいですが、何かしらの反応が出てくるかもしれないです。で反応が出てきても認識するだけ、そこに反応しない、そこに近づきすぎな。もう通り過ごさせちゃう。もういろんなところで多角的に反応が出てくると思いますが、もう反応はすべてスルーする。人によっては右側、胸ですね、乳首の上部のところでも反応が起きるかもしれません。反応が起きたらリラックス、力を抜く、手放す。で姿勢を可能な限り、ポッシャーですね、まっすぐに保った状態を維持してください。ゲップとかあくびとかいろんな出したい感覚が出てくるときはもう止めずに出しちゃった方がいいです。もうどん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 出しちゃうと、もう反応はもう大ウェルカムというか、反応してるイコール何かが変わっていくとか、反応して変わろうとしてる状態になるので、起きてくる反応を自分で止めない、自分でコントロールしない、引っ張らない、しがみつかない、反応が起きたらもう手放しちゃう、流しちゃう、スルーさせちゃう。だから反応が起きたら眺める、手放す、流す、気にしない、スルーさせちゃう。で呼吸に意識を合わせるなり、体感的に気持ちのいいところに合わせるなりして、とにかく体感、反応、すべての反応はスルーさせてください。眺めて流してください。人によっては額の内側ですね、中心の内側、やや上のところでも始まってますが、よりこう何かが入ってくるような感覚が強く出てくるかもしれないです。でもそれも気にしない、でスルーさせちゃう。人によっては首ですね、首が自動的に動きたいような感じ、なんか動きたいかなって感じが出てくるかもしれませんが、もう体が動きたいようにさせてあげてください。もうコントロールしない、解放させちゃう、任せちゃう、手放しちゃうと。で体そのものが反応して変化するのを自分で止めない、コントロールしすぎない、もうガンガン変わってくださいと、理想的な状態にどんどんもう変身してくださいと。でヒーリングの途中で何かを見ようとする努力をする必要はないです。とにかく何も考えない方がいいです。何か見ようとか理解しようとか努力しようと、努力そのものは多分邪魔になると思います。なので、とにかく呼吸に意識を合わせる。体感を追いかけてスルーさせる。それだけに専念した方がいいです。頭を使わない。感覚ももう意図的に使わない。どん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 もう分け渡しちゃった方がプロセスは早くなります。で、呼吸を思い出す。人によっては背骨ですね、背骨、ハートの裏側、
ハートよりもちょっと下の方で気持ちいいエネルギーの感覚が出てくるかもしれないです。で、姿勢を思い出す。360度ちゃんとシメトリーになっている状態を思い出す。喉の右側ですね。でこう何かが動いていくような、バクバクするような感じが出てくるかもしれないです。でも反応は気にしない。いろんなところで多角的に出てくる可能性あるので、もうとにかくどこで反応が起きようと、スルーさせてください。眺める。で、呼吸を思い出す。姿勢を正したまま、リラックスして力を抜き続ける。で呼吸をした、息を吸い取った時に、ハートのところでキュッときしみな、縮み、もしくは何かこう、痛みなり違和感を感じる方は、もうそれが出て、それを出てきた時にもう力を抜いて手放しちゃう。そこにぐーっと力を入れて緊張しない。逆にもうほどいちゃう。リラックスさせちゃう。落としちゃう。スルーさせる。お手手のポーズが出てますね。左手は出ていますよ。右手だけです。5つの指を揃えて、縦に揃えて、手のひらは左向き、で指先は上向きで、ハートのところにしばらく置いておいてください。で、肩の力を抜く。これどんどん力を抜いて、可能な限り、もうどこにも力が入ってない状態。緩んでる状態。で、呼吸に思い出す。で、反応が起きてもスルー。認識したらもう離れちゃう。ハートの周辺の、下側の奥側で気持ちいい感覚が強く出てくるかもしれないです。その延長線上で、肝臓の周辺、肝臓の上部ですね。もう同じように気持ちいいのが少しずつ広がっていくかもしれないです。で、とにかく呼吸に意識を合わせる。力を抜く。背面、腰の背面ですね。腰椎上部の左側、ちょっとに反応、なんか痛い感じ、もしくは何か動く感じが出てくるかもしれません。とにかく反応は単純な反応だけなので、もう気にしない。ただの反応、もうそれ以上意味付けをする必要はないです。でもスルーさせる。手放す。執着しない。スルーさせる、眺める。で、呼吸に意識を戻して、呼吸を続ける。ハートが開いた状態、拡張した状態で呼吸を続けてください。ハートですね。中の方がゆっくりと温かい感じが出てくるかもしれないです。気持ちいい感覚、温かい感覚、安心してる感覚、ポジティブ系のものですね。自分がどんどん落ち着く、自然になる、どんどん安定していくタイプの感覚にも合わせちゃう。その他の、痛いとか、しびれるとか、ビリビリすることか、いろんな反応ありますが、とにかく気持ちがいい感覚に合わせ続けてください。
で、呼吸を思い出す。で、肩の力を抜いて、縦軸ですね。自分の体の縦の軸、縦の光のラインを意識して、まっすぐになっている状態。すべてがその縦の軸にどん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 こう統合される、整列される。縦の軸がどんどん強くなって、中からどんどん、輝く姿をイメージしても構いません。人によっては第七チャクラですね。上の方でもぞもぞむずむずする感じが出てくるかもしれないです。もう達観しちゃう。で、そこもどん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 離れて、どんどんはい、勝手に調節してくださいと。で、首を動かしたい方、首をなんとなくこう伸ばしたいかなっていう方は伸ばしてあげてください。側によってポキポキとかジリジリとかいう音が出てきて整列するかもしれないです。で、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。肘ですね。左側の肘に痛みが出てくるかもしれないです。出てきてもスルーしちゃう。気にしない。力は抜いたまま。頭ですね。頭の上ですね。全体的に感覚は変わっていくと思います。とにかく気にしない。はい、第七チャクラ元気になってきましたね。どんどん調整してください。どんどん自然な理想的な状態に戻りなさい。と。で、肩の力が入らないように、どんどん力抜いたまま、時々確認してください。同じ姿勢でいると固まっちゃうとか、力が気づかないうちに、その姿を維持するのに緊張してたりするので、時々体を緩める、固まってないかどうか確認して、固まってるようだったら力を抜く、リラックスする、ほどく、で、呼吸に意識を戻します。姿勢に意識を戻します。ハートのところで鼓動的な、ドッキンドッキンみたいな感じが、強くする方は、とにかく気にしない、スルーさせる、どん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 離れる、止めない、帰りの努力も出してあげる。姿勢を正す、姿勢を伸ばす。はい、呼吸に意識を戻しましょう。姿勢に意識を戻してください。鼻から息を吸って、頭の上に上がっていくように。で、同じ速度で口からゆっくりゆっくりゆっくりいらないものを吐き出してください。まだお手でそのままですね。可能な限り、手が疲れてきたら、時々落としてまた上げればいいだけなのかもしれない。
左の脇ですね。右側の脇のリンパ腺ですね。少し暖かくなって何かしらの反応が出る感じになります。で、右と左の受容体ですね。同じようにシンメトリー、整列するように。体の歪みがまっすぐになります。肩の均衡も均衡したり、右と左同じように、左右前後、アシンメトリーに戻ります。で、呼吸に意識を合わせます。呼吸を思い出す。ですね、途中で気持ちがいいところに、まあ、飛んじゃっても構わないと思います。もしもうその中に溶けちゃった方が楽な場合は、まあ、その気持ちいい中に漂ってても構わないと思います。時々戻ってきて姿勢を確認する、席を正すと。で、多分で、まあ、意識が離れた方が変化が起きやすい場合もあるので、もう、はい、こっちの方が気持ちがいいですという場合は、もうそちらに漂っていっちゃっても構わないと思います。とにかく呼吸を思い出す。姿勢も思い出す。体が左右前後まっすぐになる。360度シンメトリーになる。お腹ですね、上腹の左側の方が暖かい感じが出てくるかもしれないです。なんか暖かい気持ちいい安心感、もしくは、なんて言うんでしょうね、これ。なんかまとまってて気持ちがいい感じのところが、気持ちがいい感じに関しては、まあ、そこにどんどん強くする。もう中に入って合体しちゃっても構いません。背面ですね。腎臓、右側の周辺でちょっと痛みみたいなのが出てくるかもしれないです。もう反応は気にしない。流しちゃう。スルーさせちゃう。首ですね、左側の根元、鎖骨の近くで反応が起きるかもしれません。ハートがちょっとぐーっと苦しくなっているような感じの方は、もう、はい、呼吸しても出しちゃう、リラックスさせちゃう、どんどん手放す、緊張ほどく、通り過ごさせる、スルーさせてください。目ですね、一時的に目の上部に変化というか、ちょっと気持ち重たくなる感じがするかもしれないです。というか気にしない、反応しない、スルーさせる、特に右目の上の方が強くなっていくかもしれないです。右の鎖骨のところでも温かい感じが出てくるかもしれないです。ハンドポーズが変わってますね。左手です。今までは右手を上げてましたが、右手を自由にして、左手を横5つ指を揃えて上に向け、手のひらは右側向き、
で、手の親指は、親指の側面ですね、はハートのところにひっつけておいて、しばらくその状態でいてください。で、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。姿勢は360度、シンメトリー。で、呼吸は吐いて、まあ、胸ですね、広げて拡張した状態で、特に背中が膨らむように、肩の力を抜いて、あの一度肩の周辺、上半身動かしてみて、人場合によってはこう動きやすくなっている、ほどきやすくなっている箇所が、動かすと本当にポコポコっと動くような感じがするかもしれないですね。ちょっと伸ばしてみて、ストレッチしてみましょう。で、呼吸を思い出して、力を抜いて整っている状態 でまた呼吸に意識を合わせます。で、お手手の位置を、左手は指先を縦にして、親指側をハートのところにつけたまで、呼吸を忘れない。姿勢を思い出す。背骨ですね。背骨の緊張をほどいてください。可能な限り息を深く吸って、可能な限りゆっくり吐き出してください。体をどんどん解きほぐす、ストレスを手放しちゃう。で、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。力を抜く。手放す。緊張を解放する。頭の上部ですね、ちょっとぐーっと締まるような感じがするかもしれないです。もう反応はスルーしちゃう、気にしない。眺める、通り過ごさせる、もう判断しない、もう考えない、ただ単純に反応なだけなので、反応が出てますね、スルーします、出てってください、流れてください、もう手放しますと。で、呼吸を思い出してください。で、気管支、胸の縦のところですね、縦のパイプのところに可能な限りリラックス、力を抜く、緊張をほどく。
肘ですね。右側、左側、肘にも変反応が出るかもしれないです。で、背中ですね。ハートの裏側、全体的に強い変化が出てくるかもしれないです。もう変化が起きたら、もうとにかくリラックス、力を入れる。変化が起きるときに力を入れない。反応しない。反応して力を入れずに逆に手放す。解放するという。執着しない。リラックスする。で、息苦しい感じになっても一時的なものです。とにかくもうスルーして遠くで眺めてください。と苦しい感じ、呼吸が浅い感じになっても、とにかく反応しない。遠くで眺める。緊張ほど。一時的に自分のハートの鼓動ウェーブが強くなるような感じがするかもしれません。それももう認識したら離して手放しちゃう。同化しない、合体しない。どん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 離れていっちゃう。まあ、場合によっては鼓動を体全体で感じているような、聞くというよりは体に鼓動が全体的に伝わっているような感覚になるかもしれないです。で、呼吸を思い出す。ハートが開いている状態、ハートを開国している状態、拡張している状態を思い出す。人によっては体全体がこうブーッと揺れるような振動するような感じが起きてくるかもしれないです。まあ、それも気にしない。慣れちゃう。でも達観的に眺める。で、呼吸に意識を当ててください。もう不快なところに意識を当てる。気持ちのいいところに意識を当てる。背骨を伸ばす。で、呼吸を深く、長く、ゆっくりと。ハートのところですね。観音かけを中心からゆっくりゆっくり360度広がります。忘れずに呼吸を思い出す。鼻孔の上部が詰まっている感じのか感じる方は、顎を気持ち上向けに上げて、もうそのままゆっくりゆっくりゆっくり降りてくると思うので、もう気にせずそのまま降りてきなさいとも手放しちゃう。意識しすぎな。ゆっくりゆっくり降りてくるちょっと場合によっては、こう、なんていうのかな。我慢しにくいかもしれませんが、慣れです。もうとにかく、
まあ、その状態で、まあ、その時とどめておくと自然にゆっくり降りてきます。で、呼吸を思い出す。左の歯ですね、反応が出走るかもしれないです。姿勢は360度シンメトリー。肩の力は抜いて、力を落として、呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。肩を落とす。力を抜く。背骨をまっすぐ。背骨がまっすぐになってちょっと意識する。上腕ですね、かすかな反応が出るかもしれません。だからまあ反応は気にしない、認識したら手放す、気にしない、単純な反応です。もう意味付けしない、どん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 離れちゃう、考えない、で、ハートを拡張した状態を保つ。人によってはぐーっと足の圧がかかるような感じが出てくるかもしれないです。それでも保った状態を維持してください。はい。あと、テテポーズですね。ですね。人差し指と親指は指先をつけたまま、残りの3本指は、まあ、クロスっていうか、まあ、指と指、谷間に間を空けて握るっていうんですかね。人差し指、親指は指先をつけたまま上向きに。で、親指側をハートのところにつけておいてください。で、人差し指の先が、まあ、顎の付け根っていうんですかね。まあ、頭の中心を向くような感じで、その状態でしばらくやってください。で、肩の力を抜いたまま。で、ハートの周辺で温かいエネルギーが出てくるかもしれませんが、まあ、気持ちのいいところに合わせる。で、ドキドキ感が上がってきてもスルーする。そこと一緒になりすぎない、通り抜けさせちゃう。人によって胴体の左側ですね、左半分の胴体の真ん中にこう温かいエネルギーが出てくるような感じが出てくるかもしれません。気にしない、まあ、気持ちいい分にはそこを、まあ、まあ大きくなれるんですが、ね、とにかくリラックス、力を抜いて、反応が出たら手放す、考えない、追いかけない、どん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 離れていかせちゃう。で、呼吸に意識を揃えてください。姿勢を思い出す。
呼吸を思い出す。ハートの温かさが少し強くなっていくかもしれません。まあ、とにかく気持ちがいいところに合わせてください。合わせ続けてください。で、ハートの背面ですね。違和感が出てくるかもしれませんが、とにかくもうスルーしちゃう、気にしない。で、体が動きたいように、調整したいように、自由にさせてあげてください。で、呼吸を思い出す。背筋を伸ばしてまっすぐに。ハートを開いた状態を保ってください。まっ背骨がまっすぐに伸びた状態でハートが開いている状態。はい、お手手のハンドポーズですね。右手は指先を揃えて上に向けたまま、その上に左手の手のひらを下に向けて、タイムマークですね。右手の指先の上に左手を平らにしておいてください。で、その状態でしばらくいてください。ちょうど、鎖骨の高さに左手 の、 あの平面というか平らなとこ横が並ぶような感じです。で、ですね、胸椎、背面、上の方に違和感が出ても、とにかくスルーで、とにかくまっすぐになるよう、整列してください。力抜きます。勝手に動いてください。ハートの周辺が急にこう強く、あったかくなってくる感じが起きるかもしれないです。気にしない、スルーしちゃう。肩の力を抜く。呼吸を思い出す。まっすぐに360度シンメトリーに、違和感が来ても気にしない、スルーさせる、緊張をほどく、固まってる状態からほどいた状態に、で、ハートが開いた状態を保ってください。呼吸を思い出す。肩甲骨右側に違和感がある方はちょっと動かしてみた方がいいかもしれません。一生懸命動かそうとしてた感じがしたので。リラックスしてほどく、力を抜く。自由にさせる、コントロールしない、コントロール手放す、はい、どんどん変わってくださいと。で、違和感感じてもとにかくスルーさせちゃう、気にしない、姿勢を
理想的な、まあ、とにかくほどいて、で開いたときに、その背面ですね、ちょっとピクピクっと痛みが走るのか、乾かすがあるかもしれませんが、気にしない。エネルギーが通っていくだけなので、通っていくというのを体験してるだけなので、とにかく気にしない。意識しすぎない。力を抜く。はい、どんどん修正してください。で、喉の方でなんかこう、なんか詰まってる感じ、違和感があって、もう気にしない。出したいものをだいぶ出してください。もう力を抜いちゃう。どんどん力抜いて。リラックスしても抵抗しない。自然体にどんどんどん力を抜いて、肩を落として、力を落として、で、まっすぐな姿勢に位置続けてください。あんまり背骨がこう、きついな、苦しい感じ、きつい感じする場合は、ちょっとなんかこう、動かしてみる、揺らしてみる、揺さぶってみるとしばらく。で、ちょっと通りを良くするっていうかなんか、なんかこう、可能な限り通りが良い状態になるかなというふうに動かしてみて、もう一遍姿勢を正してみた方がいいかもしれないですね。で、力を抜き続けてください。もう固まってる状態をどんどんほぐす。ドキドキしてもスルーさせちゃう。今47分ですね。たぶんあと5、6分だと思います。ちょっと胸の下の方ですね。ちょっと息苦しい感じするかもしれませんが、リラックス、気にしない。ゆっくりゆっくりゆっくり上がってきて、まあ、ゲップが出るなり、ね、ここ空気が出るなり、首が出るなり、何かの反応が出ると思いますが、とにかく気にしない。はい、どん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 。から出してくださいと。で、動いていくときに違和感で、まあ、違和感で、なんか詰まってる感じとかきつい感じとかになると思いますが、もう気にしない。それが出てきたら、もう出ようとしているところに、そこでとどめない、縮めない、逆に開いちゃうこと、手放しちゃうこと。ハートを開いたまま意識して、力を抜いて。ハートを開いたまま力抜いてリラックス。で、背中も背面ですね。背筋もリラックス。力を抜いて、もう考えない。どん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 遠くに、まあ、体幹から離れていく感じ。遠くから眺める感じ。で、呼吸を出すと、まあ、今ハートの前面ですね、ちょっときつい感じ、体幹になってる人もいるかもしれませんが、もう可能な限り離れる、力を抜く、反応が始まるときにこう体が緊張しやすくなるときに緊張をどん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 ほどいてください。
どん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 切っちゃほどいて、変わるのを許してあげてください。で気持ちのいいところにフォーカスする。頭、上の方ですね、右側のちょっと仲間ぐらいで気持ちいいのをビューと出てくるかもしれないです。で呼吸を思い出す。姿勢を思い出す。肩の力を抜いて、特に右側は固まらないように、反応したまま上に上がったまま、反応したら落とす力を抜く。反応したら力を抜いて力を落としてください。人によると膝、上です、腕と膝です、肘ですね。ちょっと痛い感じ、違和感出てくるかもしれません。はい、お手手ですね。今度は左手を上向きに、右手を横にして、はい、右手は鎖骨の高さに、でしばらくその状態でいてください。ハートの、真ん中より真ん中辺に立って横型に気持ちいい感じが出てくるかもしれません。はい、で呼吸を思い出す。力を抜いて、背骨をまっすぐに、360度シンメトリーを思い出す。違和感のあるところはどん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 力を抜いてほぐす、手放す。苦しくてもちょっとこう開く感じ、そのうちに多分出てくると思います。焦らない、とにかくどんどん力抜いてリラックス。呼吸を大きく広く長く、ドキドキ感が上がってきてもスルー、気にしない。力を抜きつけて、とにかく手放し続けてください。反応するところもどんどん手放す。力を抜く、力を落とす、自然体に戻す。で苦しいところもスルーする。そこで縮めない。縮める代わりに開く、ほどく、手放す。で体の全体も力が入っているところを緩める、ほどく。一度体をギューッとこう縮めてバッと落としてみて、縮まっているところを確認して、そこをさらに力抜くと伸ばすと。場合によってポキポキとか言うかもしれません。で呼吸に意識を戻して、深く広く長く。
呼吸を忘れない。まだその手のはそのままですね、しばらくその状態で、高さが顎のところぐらいまで上げてくださいと。肩甲骨じゃない、鎖骨の高さから顎の顎下のところまでちょっと上がってる感じなんですね。で、そのまましばらくいてください。人によっては耳に変化が現れるかもしれません。で、呼吸を思い出す。で、胸の背面ですね、ハートのところが苦しい方はちょっと動いてみるといいかもしれません。で、呼吸を思い出す。で、背中側も押し広げるように。で、上がってきたらもう止めない。開いたまま、出しちゃう。通り向かす。通り過ぎる。通り過ごさせてあげる。やっぱ反応しない。もうとにかくスルーさせる。これも慣れなのか。とにかくどんどん慣れちゃう。もうちょっとみたい。たぶんゆっくり反動が降りていくと思いますが、しばらくちょっと全部、まあ、ポジションは普通に戻して、全体的にリラックス。人によってはまだ右目の方ピクピクしたり反応出てるかもしれませんが、あと全体的にリラックス。お手も自由にしてリラックス。で、体も緩めてちょっと動かしてみた方がいいかもしれないですね。緊張をほどきましょう。ハートのところも落ち着きますと、まっすぐになりますと。頭の方でもこう、抜ける感じ、気持ちよくなる感じが出てくると思います。ですね。このまま、いつものように、過激なことはしない、過激なところに行かない、過激な人と交わらない、話をしない。まあ、普通にこの状態が可能な限り保つと。で、また調整続くと思うので、このまま、自分の体とお話をしてみて、どんどん落ち着いてくるので、ヒーリングの力が弱くなるので、瞑想マスクは自分の体と一緒にいるということも考えてます。今日もフェラインさんもですね、最近ずっとこの方ですが、ということで、また明日も同じ時間ということで、それでは。